ガボールザボは、ハンガリーのジャズミュージシャン、ギタリスト。主に、アメリカ合衆国において、音楽活動を行った。ハンガリー王国時代のブダペスト生まれ。第二次世界大戦を経てハンガリー人民共和国の体制になった後、14歳でギターを始める。20歳の時に、ハンガリー動乱が起こり、アメリカ合衆国にわたる。 1958年から1960年にかけてバークリー音楽院で学び、その後チコハミルトン楽団で活動。チコのバンドを脱退してからはインパルス。レコードとの契約を得てバンドリーダーとしても活動。1965年11月に録音されたリーダーアルバムジプシー66では当時バークリー音楽院に留学していた。 渡辺貞夫がフルートを担当。1966年5月には代表作の一つ、スペルバインダーを録音。同作収録曲、ジップシークイーンは後にサンタナのアルバム、天の守護神でフリートウッドマックの楽曲、ブラックマジックウーマンとのメドレーという形でカバーされた。その後、インド音楽からの影響も取り入れ、ウィンド、スカイダイヤモンズは、 シタール奏者も含む編成でレコーディングされた。1968年にゲイリー・マクファーランドらと共にレーベルスカイを立ち上げ、ガボールも同レーベルから作品を発表するが、1970年にわずか2年で活動を終了し、ゲイリーも1971年に38歳の若さで死去した。ブルースレーベルのブルーサムレコードから発表されたアルバム ハイコントラストではソウルミュージシャンのボビー・ウーマックと共演。同作でボビーがガボールのために書き下ろしたブリージンは後に1976年のジョージ・ベンソンによるカバーバージョンが大ヒットした。1973年以降は CT レコードや同社の参加のレーベルサルベーション等で録音を行う。また、やはり CT と契約していたポールデスモンドのアルバム。 スカイラークにゲスト参加。1970年代後半になると、しばしば祖国ハンガリーを訪れるようになる。1979年に、チックコリア等と共に行ったレコーディングが、アメリカでの最後の録音となり、その時の音源は後にアルバム、ファム・ファタールとして発表される。1981年に、再び帰国。翌年、肝臓と腎臓の障害により、 ブダペストの病院で死去。ありがとうございます。